ヘッド解放とことんとことんショベルト解放酒井です。本日はですね、ショベルヘッドのキャブレター超入門ということで動画を撮っていきたいです。はいですね、今回ですね、このショベルヘッドの、この今アイアンですね、このショベルのキャブレターを私が購入をしまして、まあこのベンディックスっていうキャブレターになるんですけど、このキャブレターを購入して、まあずっと僕自体がキャブのことは全然わからない状況ということで、まあわからないといってもある程度そのエアーをちょっと調節したりとか、そういうぐらいはわかってるんですけど、まあ仕組みだったりだとか、どういった経緯でキャブレターがこう進化していったのかとか、そういったことを全然勉強していってなくて、もしこれ今から調整にしていくんですけど、このまあアイアンに今これ取り付けて、まあ調子上げるということでやっていきたい、まあ、やって作業としてやっていきたいんですけど、まあその前にですね、まあ座学ということじゃないんですけど、自分自身でちょっとキャブのことがどういう風なのかということを勉強したので、それをアウトプットできたらと思います。はい、このチャンネルではですね、ショベルヘッドのこと、ハーレーダビッドソン、バイク DIY、 バイクメンテナンス、バイクについての話をさせていただいてます。チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいので、よろしくお願いします。あと同時ですね、動画の方グッドボタン、コメントいただけるとテンション上がりまして、動画撮っていけますのでお願いします。あとですね、コメントないよっていう方おられたら、もうとことんとことんだけでも入れといていただければすごく嬉しいです。 LINE の方でですね、公式 LINE とオープンチャットっていうのも作っています。そちらの方も登録していただいて、ワイワイできたらなと思っています。はい、本日は、ショベルヘッドのキャブレター超入門ということで撮っていきたいと思います。はい、でこれ僕11月28日に届いてるんですけど、まあ、メルカリで買ったベンディックスっていうキャブレター、まあ、これをですね、このショベルに取り付けて、まあ、調整したい、まあ、調子上げていきたいなと思ってるんですけど、このアイアン自体、このショベル自体はその調子が今現在悪いわけではないんですが、まあ、ちょっとこれがこのショベルの純正のキャブレター、ベンディックス純正のキャブレターになりますので、まあ、ちょっと純正のキャブレターをつけてみたい、どんな乗り味だったのかなとかをやって見てみたくてですね、まあこれを購入させていただいたという経緯になります。でも勉強結構したんですけど、この動画を上げるということにすごい緊張もしてるんですけど、まあ間違ったこととかもし僕が言ってたら、まあまたコメントで教えてください。それがどん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 いい動画になっていくと思いますので、はい、でちょっとで長い動画になる可能性もありますが、まあで最終的にこれ開封してね、中がどうなってるのか、うん、そういったことも話していきたいです。であと僕は勉強内容、勉強したことを、まあ、超初心者ということでですね、超入門家ということでですね、やってきますので、ね、お願いします。はい、でちょっとすみません、今日はね本当にちょっと黒板も用意して、黒板もこれ用意して、黒板をね用意しないので、ちょっとね説明というかね、アウトプットできないかなと思って、黒板と、まあ、チョークなんですけど、用意してありますので、はい、でまあキャブレターっていうことで、まあな、まあ、実際僕今これ勉強してて分かったことがあるんですけど、キャブレターが何年、今インジェクションということになってると思うんですけど、ハーレー自体も2006年までがキャブ車だったんですよね。それすら知らなかったです。はい、まあ実際けど、いろいろ調べていった中で、1966年からショベルヘッドっていうのがあるんですよ、エンジン自体の形として。でそれが66年から、69年まではアーリーショベルで、そこから69年から84年までがコーンショベルということで、このショベル、まあスポーツスターは1957年から、まあ、スポーツスターっていうのがあったんですけど、この66年から84年までのショベルのキャブレターはどういったキャブレターがついていたのかということなんですけど、まず66年から69年はアーリーショベルなんですけど、エンジンの形はアーリーは2つキャブ使ってるんですよね。これ微妙なんですけど、1966年から69年がアーリー、エンジンの形がアーリーなんですけど、66年だけリンカートのキャブを使ってます。その後のアーリーはティロットソンです、ノーマルが。で67年から70年がティロットソンのキャブになるんですよ。でこのティロットソンのキャブっていうのは70年までティロットソンで、69年までがアーリーショベルってことは、70年のコーンショベルにもティロットソンはついていたということなんですよね。
で、その後71年から75年までがベンディックスです。僕が今回購入させていただいた、まあ中古なんですけど、ベンディックスのキャブですね。うん。で、76年から78年、あ、ごめんなさい、84年までが京浜のバタフライキャブですね。だから、まあ、あのアーリーショベルもショベル、まあ、ちょっとアーリーショベル含めて使われた、キャブレターはリンカートとティロットソンとベンディックスと京浜なんですよね。京浜バタフライですね。この4つのキャブが使われたっていうことになりますよ、ショベルヘッドには。 でもこのリンカートなんですけど、66年より前はナックルなのかな、ちょっと俺分かんないですけど、ナックル、まあ、その66年より前はキャブレターリンカートのキャブ使ってるんですけど、この66年の1年だけアーリーショベルについてたリンカートのキャブは、その前のリンカートとはちょっと別みたいなんですよね。タイプがあって、M74B タイプっていうリンカートを使ってたっていうことですね。うん。で、ちょっとまあいろいろこのリンカートも2つあるみたいで、ちょっとまあいろいろあるんですけど、そういった形で4つのキャブレターを使ってたっていうことで、で、一応ですね、その4つの中のキャブレターのまあ特徴じゃないですけど、うん。なんですけど、僕なんかリンカートのキャブは、固定ベンチュリー式矯正開閉キャブで、フロートがコルク、うん、でティロットソンキャブっていうのは負圧なんですよね。ダイヤフラムを開閉しキャブレター内にガソリンを供給するということなんですよね。うん。でその後ベンディックス京浜バタフライっていうのは、ベンディックスと、まあバタフライっていうのは、まあ通常の、ベンチュリーキャブっていうんですけど、はい、バタフライ式固定ベンチャリーキャブということで、ベンディックスとバタフライの仕組みはほとんど変わらないですね。はい。で、リンカートと、まあベンディックスの違いっていうのは、なんだっけ、加速ポンプがついてるかついていないかっていうところなんですよね、大体が。うん。加速ポンプがついていないのが、まあ、リンカートで、加速ポンプがついているのがベンディックスキャブで、ベンディックスキャブと京浜バタフライはほぼほぼ変わんないんですよ。加速ポンプもベンディックスもついているし、京浜にもついているし、で、まあ強制開閉って言ったアクセルでこう、開けるわけさ、うん、それっていうのも一緒で、まあ、何が違うのかっていうのはちょっとよく分かってないです。はいはい。で、まあ進化してるんでしょうね、京浜の方がね。うん。で、俺がこれいろいろ、で、次仕組みに行くんですけど、この仕組みの中ですっごい難しかったのが、この負圧ってやつなんですよね。負圧で、ガソリンを供給するっていうのと、あとベンチュリー式と負圧式っていうのが2つあって、ベンチュリーで、キャブレターってほぼベンチュリー式なんですよ。それも俺知らなくて、まあ、何にも知らないです、要は。うん。で、ベンチュリー式と、あと負圧っていうのもあるんですけど、そのベンチュリーっていうのは可変ベンチュリーと固定ベンチュリーってあるんですよ。これがまあ、ガソリンをエンジン内に運ぶんですけど、その運び方、ベンチュリーっていうのはほぼほぼベンディックス京浜バタフライリンカートベンチュリーなんですよ。だからほぼほぼベンチュリーなんですよね。S&S の B とかさ、 E とかさ、確か何だったかな、 L もそう、うん。だからそれは全部固定ベンチャリーキャブなんですよ。ベンチュリーキャブですか、ベンチャリーキャブですか、すいません。なんでそのベンチャリーキャブっていう、これ仕組みの話になってくんですけど、ベンチャリーキャブっていうのはどういったのかって言ったら、はい見えますかね。結局キャブをエンジンに運ぶっていうのが、
このエンジンが、まあ、ピストンが動くことによって空気がこう流れるんですよね、こういう風に、うん、こういう風に流れるんですよ、空気が吸われるっていうことなんですけど、吸われた時にここにちょっと今突起書いたんですけど、吸われるこの力によってこっから燃料、ここがフロートな、これキャブレターね、これキャブレター、うん、このこれこれが、うん、ここに燃料があってこの燃料がこう吸われて中に行くっていうことなんですよね、うん、でここに開閉するなんだあれ、あれがあるんですよ、こう なんちゅうんだったっけ、なんちゅうんだったっけ、今ど忘れした、強制開閉、バルブがあるんですよね、ここに、ここに、これでこうワイヤーで広げ、ここを開けるとエアがバッと入って、入ってくる時に燃料を一緒に吸うっていうことなんですよね。でこのベンチュリーっていうのはここの部分なんですよ、ここの筒の部分、うん、ここの筒の部分でベンチュリーっていうのは、でそこ吸われますよっていうことなんですよ。でその固定ベンチュリーっていうのはここがもうずっと一緒、うん、これがね、この筒がねちょっとね太いとこから細くなってまた太くなってるんですよ、うん、そうすることによって結構吸うみたいなんですよね、ここからガソリンをこうやってここにあるガソリンを吸って中に入ってくっていうことで、でこのベンチュリーを、まあ、可変ベンチュリーっていうのがあるんですよ、うん、可変ベンチュリーっていうのはここの要はさ、ここにさ、これがねCR とかさ、FCR とか、ここにこうやってやって ここにこう筒を作ってさ、うん、筒を作ってこれを動かすんですよ、上にピッて、そうすることによって吸われるのをここの筒の筒がこう細くなるじゃん、これが可変ベンチャリーキャブっていうんですよね、まあ強制可変ベンチャリーキャブっていうんですけど、であとSU とか CVっていうのは不圧の可変ベンチャリーカブなんですよ。ここエンジンこう吸われてグッて吸われて ここが自動でビャッと上がるんですよ、うん、これが不圧の仕組みです。吸われることによってここの部分が勝手に上がる、でここの吸う部分、それはここがさ太ければさたくさん吸うじゃん、エアを、ここを調節するっていうのがまあ可変ベンチャリーなんですよね、うん、まあここの太さを調節するっていうことで、でよくさCR とかさ FCR とかさ VM とかって結構人気のキャブなんだけど、それは不圧でもなくて強制的にここを上げたり下げたりするんだよね、アクセルで。そうすることによってここのまあ筒がさ変わるから、うん、筒が変わるからガソリンの入り方が変わってくる。だからバッて開けたら燃料がバッて入っちゃうからなかなか難しいとか、だから CR とかさ FCR とか VM、TM、TMR この辺はすごくこう人気が、まあ要は荒々しいっていうことなのかなということである。これキャブじゃなくてエアクリーナーか、これ、まあ、違う、いきなりってめっちゃ間違えてる、これエアクリーナー、エアクリーナー、うん、であと何だったかな、で不圧式可変ベンチャリーキャブ、不圧でここを動かすよっていうのは SUCV だね。で固定ベンチャリーっていうのはここがもうここで動かすんだよね、空気の量を、うん、ここでバタフライで、ここのバタフライで、うん、ここのバタフライで動かす。そうすることによってここバッと開いたらさガッといくわけよ、燃料が。だけど燃料が足りないんだよね、こっから吸う燃料が、うん、こっから吸う燃料が足りなくて、それを補うためにあれがあるわけよ、加速ポンプが、うん、加速ポンプがあるわけだよね、うん、でこっからもうちょっと行くんだけど、調整方法としては加速ポンプ、アクセルあったら絶対あれ燃料出るじゃん、
だから加速ポンプは SS の E とかは加速ポンプの燃料が出る量とか調節できるんですよ。しかしながらベンディックスはできないんですよね。うん、ここからちょっとベンディックスの話になってくんですけども、これベンディックスはここ筒、ただの筒だよ。 S&S も全部筒ね。うん、ただの筒、筒でここに、バタフライがついてる。でここを開けたり閉めたりするんだけど、ここを開けたら燃料がビャッてピュッて出るじゃん。 SS とかでも景品とかでもさ、でベンディックスもそうなんだけど、景品がちょっと調整できるかどうかっていうのは SS は調整できると思う、その加速ポンプの燃料の量を。けどあのベンディックスはこの量調整できないんですよね、この加速ポンプ。まあけどなんか改造して燃料をあの変えれるっていうのはちょっと聞いたことあるんですけど、うん。で調整の仕方としては、まずここはなんかベンディックスはなんかちょっといろいろ高さ変えたりとかなんかいろいろ調整でき、ちょっとそこはっきりちょっと分かってないんですけど、油面とかで調整するんですよ。まあここの穴の大きさだったりだとか調整方法としては、あと油面なんですよね。この油面が俺全然分からなくて、この点々が油面だとして、高いのと低いの、あ、高いのと低いのがあるとします。でそうするとやっぱ低い方はここのさ、ここの筒が長くなるわけじゃん。そうすると燃料が薄くなるんですよ。だからこの油面を上げることによって、ここの筒の部分がさ短くなると、やっぱり燃料を良く吸うんですよ。これが俺全然わかんなくて、うん。でちょっとこれもうちょい、でここエンジンの方なんだけど、ここに開閉する弁があるんだけど、バルブ、うん。であともう一つ調整方法としては、パイロットスクリューっていうのあるじゃない、うん。パイロットスクリューとエアスクリューの違いが全然俺分かんなくてさ、エアスクリューはの違いは、このスロットルバルブ、ここあるよね、スロットルバルブ、これ閉じてるよ今は。開くとこういう風になるんだよね、開くとこうなるって意味合いだけど、まあ今閉じてる状態です。パイロットスクリューはこのスロットルバルブのここにあるんですよ、ここにあるんです。これがパイロットスクリューです。で変な話、エアスクリューっていうのはこのスロットルバルブよりエアクリーナー側にあるんですよ。これがエアスクリューで、パイロットスクリューだったらもうここで混合されてるわけなんですよね。パイロットスクリューは混合した空気と燃料を混合したものを調節するものがパイロットスクリューで、エアスクリューはエアの調整なんですよ。そうです、これ見れば、これがキャブだとしたらこれ見れば分かりますよね。このスロットルバルブよりエンジン側にあるってことは、もうここで空気がビーって来た時に、もうここ燃料ビャッと出て、もうここ開いた時に、これが開いた時には混合されているものなんです。混合されているものを調整するのがパイロットスクリュー、混合する前に調節、まあ、エアを調節するっていうことですよね。それが、エアースクリューの違いなんですよ。うん。で、もちろんそれはこのパイロットスクリューは締め込めば薄くなります。うん。で、エアースクリューは締め込めば濃くなるよね。うん、入ってく、エアを絞るわけが燃料がたくさん入るからっていうこと。でまあ、その辺を、まあ、加速ポンプもそうだし、油面もそうだし、ここ燃料が出る穴もそうだし、まあここはこのね、これに関してはバルブが閉まってる時の話だと思うんですよね、多分ね。ちょっと俺このはちょっと分かってない部分はあるんですけど、なんで調整するのはやっぱりここ、まあ、ここと油面をまず調整していくっていうところでやっていきたいと思ってます。はい。でまあちょっとね、キャブのこと一応、これ分かりづらいな、これ今見たらはい、まあ、何言ってるかちょっと全然分かんなかったかもしれないですけど、とりあえずそんな感じで、キャブレターの仕組み、そのベンチュリー式ってやつやでね、ほぼほぼベンチュリーだったってことなんですよ。うん、だから俺キャブ、まあ何にしようか迷って、一回コミュニティでアンケート出したと思うんですけど、何にしようか迷ってて、けどキャブの仕組みが全然分かってなかったわけよ。で今これついてる、ショベルについてるキャブレターはS&S の E キャブなんですよね。
E キャブも固定ベンチュリーなんですよ。固定ベンチュリーっていうのはもう穴が一緒、筒が一緒でフロートがあって、あのスロットルバルブ、強制的にバルブを開けてこう混合器を作るっていうパターン、これとこれ一緒なんですよね、仕組みが。うん、だからもし俺がねこれを勉強してからキャブレーター買うんだったら、まあ CV か SU とかさ、うんね、可変ベンチャリーキャブ、強制、まあ要はもうここのベンチャリー部分、ここの筒の部分をさ、ここで調整するやつだよね。ここでちょこうビー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 って言って、ここで上下げしてさ、そうするとここのさエアーが通る道がさ変わるわけじゃん。固定ベンチャリーはエアーが通る道が変わらないっていうことなんだよね。うん、だから不圧 SU か CV、 うん、不圧によってここのベンチュリーを、ここの筒の部分を広くしたり狭くしたりっていうのが SU とか CV なんだよね。で手動でここの筒の部分を変えたりするのが CR だったり FCR だったりっていうことで、これは E キャブだから固定ベンチュリーなんですよ。そのまま何もない固定なんですよね。エアーがダダ漏れでこのスロットルバルブで開くっていうことなんですけど、一緒の仕組みのものを買ったっていうことなんですよ。うん、まあ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 、けどいいよね、これで調整できれば。まあほぼほぼバタフライ式固定ベンチャリーキャブ、バタフライって言われてるのは、まあ景品もそうだし、ベンディックスもそうだし、 E キャブもそうだし、リンカートもそうだからね。だからやっぱりこの固定ベンチャリーキャブをちょっと調整できるようになれなりたいということで、やっていきます。はい、で、まあ、この調整今からしていくっていう作業動画、まあ、この今回の入門編、超入門編ということで、まあそのいろいろね、まあちょっと分かってないところもいろいろあるんですけど、もし何かご教授いただけることがあったらお願いします。はい、じゃあちょっと説明というか僕のアウトプットまあこれぐらいにして、また皆さんご意見、じゃあこれをちょっと開封してきますね。やっと開封できますよ。どうだ、1ヶ月くらいかい、11月28日ねに届いてます。はい、じゃあちょっと開封していきまーす。よいしょ、ちょっと待ってよ。で、このヤフオクメルカリで買ったんで、ちょっといろんなその話をしたかったんだけど、ちょっと動画まとまらんね。まあいいや、これまあけど今状態はあれ、聞こえますか、フロートが動いてるんです。でちなみに値段は1万3000円です。高いか安いかちょっと分か、まあ安い、まあちょっと分かんないんですけど、まあね、これがリアルではね、中古で買ってそれで、調整していくっていうのをちょっと動画というか、このショベルでキャブレターのことを勉強しながらやっていくっていうことで、まずこれ開けてなんかいろんな穴が開いて、まあ、目で見てさ、壊れてたりとかしたらやばいよねっていうところで行ってみます。もちろんね、メルカリなんでクレームはないんですけど、これどうやって開けるんだよっていうね。やっとこの動画撮れた、待ち遠しかったよ、待ち遠しかった。怖っ。丁寧に梱包してくる。はい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 、出てきましたよ。よし、はい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 、はい、来ました。自分で見てた。あ、なんかこれワイヤーのあれかな。そうだよね。うわ、ちょっと今この要はベンチュリ、あ、これは、あ、ここはチョークなんだ。あ、チョーク、うん。で、これがパイロットだよね。パイロットスクリュー、これが多分。で、ここがワイヤーでこれアクセル、うん。ワイヤーでこう動かして、
このここにあるここのスロットで今これ全く閉まってる、見えてるか、全く閉まってて、このワイヤーを動かすと、うん、そうで、ここでアイドリングだよね。アイドリング、ここで多分燃料調節すると思うんですけど、けどこっちでこれとベンチ、あと加速ポンプがここか。うわあ、破れてる、破れてる。まあけどここいいのかな。で加速ポンプの調整はここをなんかねいじってね、加速ポンプ燃料が出る量を調整するんですよね。ちょっと開けてみる。あ、怪しいなこれ。ここ緩めれた、緩めれた、もうすでに。はい、なんかこれでね、ちょっと俺も分かってない、あんまり分かってないからこれで調節するんだけど、うわうわうわ、あ、そうだね、ここで結局これで調節するんだね。ここで燃料、ここに燃料のあれ来てるから、でこれがフロート、ここで燃料をまあ止めたりやったりするんだよね。こうなることによって燃料が止まる。ここで油面調節するんだけど、これに穴が開いてたりするんよ。ちょっと待って、ちょっとあんま良くないかもね。あー、けどこれで見る、これで見るとここね、ここの劣化に対してここがあんま劣化してなくない、このシャフトが。だからちょっといじったりとかなんされた可能性はあるよね。うん、まああとはここはちょっと、ここは川らしいんだよね、加速ポンプのここの部分が。うん、あとまあここ、このこのこの二次エアー防ぎ、あとこれが今のこのショベルのインマニにつくかっていう問題もあるんだよね。うん、はい、まあけどまあ思っていたぐらいです、言うほど状態悪くないと思います。こっちこっちもまあちょっとこんな感じですけど、まあこれをね、まあちょっと洗ったりとかして、まずはとっつけてみようかなと思ってますよね。うん、オーバーホールしてってね。でまあ実際さ、その調整の仕方とかそういうちょっと組みますね、うん、っていうのをまた動画で撮っていくんですけど、よいしょ、よし、OK、はい、じゃあまずは清掃から多分動画としては撮っていくと思うんですけど、で皆さんに、この先、まあこれさ、俺さ、まあいろんな仕組みとか自分なりにちょっと勉強して、これを今から調整撮っていく中で、あのサービスマニュアルにベンディックスのキャブの調整の仕方っていうのもあるんですよ。うん、それをね俺が今回全部日本語に訳したんですよ。俺がじゃねえ、間違えた。うん、訳して、2つ、うん、こっちが Google で訳したやつ、うん、これ全部さ、こっから先がキャブレターの話なんだわ、ここ、これ見て、うん、まあこういった形でさ、うん、サービスマニュアルを全部日本語に直したの、うん、こんな感じで、で、Google と DeepL っていう、DeepL っていうのがすごいそのマニアックな翻訳なんだけど、で、これ書類として俺作ったから、もし欲しい人いたら、公式 LINE の方から、メッセージいただければ。だって普通に、これ俺まだ読んでないんだけど、全然調整してくんだったら、これで多分いけると思うよ、この翻訳で。うん。だから別に、さ、ショベルのさ、日本語訳とかのサービスマニュアルあるじゃん。あれと一緒ぐらいだよ。うん、めちゃくちゃこうほらどう、このめっちゃこれ日本語でさ、それなりの文章になってるわけ。うん、だから欲しい人いたら書類で送りますんで、公式 LINE の方でお願いします。はい、本日はまあ超入門編、キャブレター超入門編ということで、僕は自分で勉強して自分なりに理解したことをちょっとアウトプットさせていただいて、まあこのベンディックスやっと開封できました。はい、なんで次からはあれね、これを調整していく動画を撮っていきたいと思ってます。
はい、それじゃあ5000人チャレンジ企画やってきまーす。で、まぁ、ちょっとご案内になるんですけど、5000人チャレンジ企画の、まぁ、は、参戦の方ではやらないので、それだけはご了承お願いします。で、まぁ、こういった、まぁ、普通の通常動画の時に、まぁ、やるという形で、まぁ、走行動画もちょっと出せないかもしれない。走行動画、外とかで走行するんで、5000人チャレンジ企画っていうの、これを持ち歩くわけにはいかないんで、まあちょっとそういった事情もありまして、まあここで撮った動画の時に、まあ5000人チャレンジ企画をやっていくということでご了承お願いします。はい。で、前回が3722人ということで、今回が現時点3756人ということで、34人の人が増えました。ありがとうございます。はい。で、まあ期間もね、このだいぶ経って2週間経ってるみたいなんですけど、34人の方が増えました。ありがとうございます。じゃあ、5000円入れて、じゃあ34人増えたから400円ありそうなんで、400円入れて、ここにね400円入れて、1、2、3、400円入れて、5000円入れて、2000円バックと、2000円バック。はい、34人の方ありがとうございましたということで、はい、まあ、この5000人企画もね、ちゃんとやっていきますので、ね、応援の方もお願いします。で、まあ、本日の、振り返りということなんですけど、まあ、ちょっとね、この絵がダメだったな。ちょっとこの絵を焦らずちゃんと描くべきだ、描いておくべきだったね。この絵が全然意味わからんかったね。まあしょうがないです。まあちょっと長い動画になってると思うんですけど、はい、少しでも参考になればということで、まあ、開封もしたということもあるし、あとまあ本当に公式 LINE の方から、連絡いただければ、この日本語訳の、サービスマニュアルを送ります。ベンディックス用になりますけど、僕用で作ったんで送りますので、また、連絡ください。はい、本日動画です。ありがとうございました。